えとそれでしたら、えー、と今日は、えー、5時45分ということであと1時間ほどあの時間がありますので、えー、フラーの,あの方々からいくつかあのご質問をいただいていますのでまずそれをご紹介しながら、えー、とそれ、えー、と直接どなたかにっていうのであのご指名があるものもありますし、えー、登壇者の方全員にっていうのもありますのでまずあの。 えっと簡単な割と答えやすそうな質問からえとあと個人宛てにあの名指しでえ質問があるものからえとご紹介していきたいと思います。えっと、まず、ここれれれはは多分あの多分くの方がが関心があるるとといいいうううか、一応、e、先生宛てってふになってるんですけれども、 思います。あの英語で、日本人の方ですけども、英語で書いてあるので、じゃ。私のつまらない英語で、お、あの、読みます。クリア、ゼット、アイシーティ ET はかかかかなりりののお金ががかかるというのが分かりますただ大学というのは日本の大学はやはり予算が足りないという状況ですどうしたらいいんでしょうかこれは多分あの皆さんに関係あるかと思いますので一応まず伊予先生にっていうふうに来てますのでじゃ伊予先生からこうお答えいただけますか、えっと、3人の先生全員にあのぜひお答えいただければと思います。 えっとではこれは英語でああごめんなさい日本語であの通訳の人にはっきりしてくださいって言われたのこれは日本語でお答えしますがえまあ特に国立大学はその収入がえゼロサムというか国からもらえるお金が限定されてますからやっぱり自分たちでこれからはお金をどんどん産んでいかなければいけない。でえ 北京大学なんかはですねおそらく今日はそういう話なかったですけれども一番ムークでもですね人気があるのが初級中国語50万人の人がです、ね、受けたそうでまあ我々のこうちょっとそれを外してみてもかなりのお金がですねエデックスと北京大学に流れているはずなんですねその50ドルの,その認証料みたいなものだけを考えてもですね つまりお金を生んでそこでいるわけで李先生も言われていたように本を教科書を書くのと同じで書く時は大変だけれども一度それができてしまえばそれはもうすごく多くの人に使われたりですね使うのはもうかなり長期間使えたりするということもあるのでですねまずその今までは研究も、まあ、なかなかそのリターンのインベストメントですね どれだけ投資してどれだけその成果が、まあ、特に経済的な意味で出たかっていうのは難しいと思うんですけれどもこれからは教育もです、ね、あの別にその教育で荒稼ぎをするというか悪い意味ではなくて教育をできるだけ多くの人に安価でやっていく中でもお金はまあ儲かるはずなので,です、ね、そういう仕組みをうまく作りながらですね またこういうムークとか今日出たいろいろなアウトリーチのですね日本でいう働き方改革とか学び直しというのもそのチャンスだと思いますけれどもそう,う今までは高等教育が届かなかったところに届かせながら 彼らはその技能であるとか知識を得てくるそれから大学の側はお金をそれで少し今までとは違った形で利益を上げていくという形がですね作れれば一番いいのかなと思います。はい 私たちの目的、ムークの目的というのはお金ではありません。ただ、驚くこともありました。例えば、ムークの一つがフーステップ開発なんですけれども、これが2年間で200万ドルを生み出しました。 で生産コストっていう作ったコストというのは多分10%ぐらいしかかからなかったと思いますですのでこうし質の高い m ムークを作ることによって大きな需要を生み出すことができるそうすると収入が入ってきますでこの収入というのはスケールから出てきます大規模にすることによってそして収入が 生まれまれす例えば50ドルしか1人は払ってないけれども何千人と払っていればそうすれば巨額の収入になるわけです。でそれからいろんなの受講者がいます。でで支払いを ししててもも良いいいと思っっる方々もいらっしゃいます例えばコーセらもそうですけれども B2B のものもありますですので個人にそれから個人にチャージをするということよりも例えば会社にチャージするということもできます先ほど申し上げた本の話ですけれども実はいろんな会社がそのコースを取ってくれという取るようにというふうに奨励をしていますそして専門職スキルというのを上げるように社員に促しているわけですです なので会社ににチャージするということができます。これも収入の一つの収入源になります。よしさん、イーヨシ先生がお話ししておっしゃってお見ましたけれども、まずはもちろんムックというのを多くの人に提供するということ、これが重要だと思います。そうすると例えば。 先ほども私が申し上げたんですけれども30万人の登録者がいるというようなコースがあるというふうに申し上げました。ということでやりがいがあると思います。教師としてこれだけの数の学生に教えることができるというのはとてもやりがいのあることだと思います。はい、少し短いいいコメントさせててただきますす予算についてですけれども で私の大学でもソウルでもこれも国立ですのでまずは政府からのお金でやっているということになります現時点で政府はかなり予算をつけてくれています。 ですのでというのは、これはスターティングポイントですので,で、いずれは減ってくると思いますけれども、でも総理大学の予算、減ってくると思いますが、現在のところは高,く高いレベルで、それから OB ですから、それから企業からのお金という資金というのもあります。ですから、政府だけではなくて、サムさんとか、L、NED の同窓会ですからということからも、 入ってきてきますそれから課金についてですけれども例えばあるコースについて有料にして例えば企業向けのものですとか一般向けではなく企業向けのものにする特定のビジネスコースなどで有料にしていくというようなことで。 そう,すればそうすれば政府だけではなくて同窓会だけではなくてもっと収入源が増えてくるということになるのではないかなというふうに思います。えっと皆さん ICT のどこにお金かかるかって実は分かってないと思います。あの情報環境機構長してますので、えっと、この12年間でコンピューターに対する支出を毎年3%ずつ削り続けました。 ほぼ半額のお金しか使っていませんで、皆さん困ってないですなぜかというとコンピューターの性能が上がるスピードの方がはるかに早いじゃあ我々が何に困ってるかというとヒューマンリソースですだから IT が分かってそれを使いこなして新しい教育をするできるサポートできる人が 圧倒的に欠落していますでそれどれぐらいお金かかるか情報環境機構特に別に教育に特化して仕事はしてませんけど事務職員技術職員教員で100人ぐらいいます。でこれはアメリカの大学の半分とか3分の1のスタッフ数です。だからそっちにお金かかる。で、えっと さらに、えー、中身に近くなればなるほど人手がかかります。数学のコンテンツは物理学の教育に使えません。ネットワークもコンピューターも両方に使えます。だからそこを本気で考えないと、えー、生き残っていけない。で一つ日本でも、えー、いい例というのがありまして、あの私も関わってますが、大学 ICT 推進協議会というところで情報倫理、 教育のビデオ集を作っています年間大学 ICT 推進協議会に約800万円お金が入ってきますなぜか、えー、安く売ってるからです一本200円で大学生教が販売している新入生向けのパーソナルコンピューターに全部入ってますだから一人一人の学生さんからいただくのは200円でも数万台売れますので <laughs> それだけのキャッシュフローがあってでビデオなので実際の俳優さんと監督さん使うのですごくお金かかるんですけど2,3年そのお金を貯めれば数本のビデオクリップを実際に取り替えることが可能ですそれもこの10年間やってきましただからうまいターゲットを狙っていいモデルでお金を使うことが必要だと思ってます ましたあのもうすでにかなりあの先に話が進んでしまったんですけどちょっとその戻ってあの考えるとですね MOOC ってもともとはあの例えばコーセラの一番初期のキャッチコピーって「Take the world's best courses online for free」っていう。 そういういキャッチコピーだったんですよ、ね、つまりフリーであの誰でも聴、えー、けるという受講できるっていうことだったと思うんですね。で今あのいくつか、まあ、収益モデルのお話がありましたそれがあの目的ではないにしてもそれをあのサステナブルにしていくためにはあるこう収益もあの得られるようにしておかないと,、えー、と進んでいかない持続できないっていうことだと思うんですけどもその辺り何かこう。 ポリシーみたいなものっていうのはあるんでしょうか。今あの北先生少しあのそういうことをお話しくださったと思うんですが、えっといかがですか。湯先生、方先生いかがでしょうか、えっと。オープンエデュケーションをまああの初めてこうブレイクしたのが OCW だとオープンコースウェアだと思いますけど、2001年。 でこの時はもう採算をお金をその儲けるとかそもそもあのファイナンシャリーサステイナブルにするということがあ狙いでは全くなかったんですね。でそらくその今王の時代がだから2000年と言いましたけれども王の王 O1 の時代が2000年代だとすると、まあ、もちろん O はその2000年から2010年で終わってしまったわけではなくて続いているで2010年から2020年は OE2、まあ、というかですね OpenEducation2.0 になってると思うんですけれどもその違いはですね僕が思うには、えー ただこう安くもしくはフリーでこのオープンにするっていうことがとにかく良いというところからプロバイダーの側はお金をそこから何か得なければいけないというビジネスモデルを作るそれから今度はラーナーの方学習者の方は ただいっぱいこのハイクオリティのコースがただで受けれるからといってただ受けていてもそれが一体自分の何のためになるのかわからないっていう状態に入ってるだからそれによって何か自分が利益得をすることを得るようなものをみんな模索してるわけです。でそこに両者の,この方向性というかですね利害が一致して。 つまりそのこの MOOC のようなものをもっとたくさん取ればいいことがその学習者に起こる。 ということとそれをたくさんいいものを出していけばお金がまあ儲かるというかさらにそのお金を儲けてまたいいものを作るというそこの循環をですね作れるという状態に今入ってきていてでだからそのマイクロクレデンシャルズっていうのが多分そこの中継ぎをですねするような形になってきていてそこでは学んだ人たちがちゃんと目に見える形で リワーディングなあことになるようにですね。ええー、とあの職を得るであるとか、あそれから自分のそのサラリーが上がるであるとかですね。えそういう目に見えるタウンジブルなその利益というのが上がる。だから企業の方も企業というか大学とかそれからそういう営利非営利に関係なく、そのムークのプロバイダーそれから出している大学もまた先生もお金をもらっても良いというですね。 そこはだからあのヘルシーな健全なんですね状態に入っているのかなというふうに思います。はい、イオ先生のおっしゃった通りだと思います。実際コルセラとエデックスをやってみてコンテンツがフリーであるということは担保していきたいと思います。 ムックのプロバイダーといろんな議論をしてきたんですけれどもやはり自由にコンテンツを作ることができるそして学びたい人には無料でフリーにアクセスすることができるというところが設立の趣旨でした今でもコンテンツはフリーで発信をされています。 ののプロバイダーとと話をするとこの信念は堅持したいといととうことですただ、MOOC にアクセスをするというのはまた別の話です。サーティフィケットもは無料で提供されていましたけれども、当初は。ただ、現在では、サーティフィケット修了証を取るためにはお金がかかります。 ということで設立の趣旨から少しずれてきているということは否めないと思いますただお金を払うことができないという人に対しては料金は免除ができるというプログラムはありますプロバイダーのほとんどは事業免除を喜んでやってくれますというのは 修了証を取得している非常に多くの割合の学生が免除を申請をしています特に途上国の学生などであれば免除のリクエストをしていますもう一つの問題は修了証の価値をどう見るかです 例えば京都大学ソウル国立大学などから学位をすでに取っている学生であればさらに追加の学位は必要ではないんです修了証よりも卒業証の方がはるかに重要ですけれども障害学習をしていきたいそして 新しいコンセプトを学びたいという人もいます例えば Java プログラミングのプログラムをやりましたけれども20年前であれば卒業生は Java の存在さえも知りませんでしたけれども自分で勉強をしてプログラミング言語をまたぶことができましたこれは障害学習の一環として特に修了証が必要であるというわけではないんです それから先ほど申し上げたようにオンラインの単位オンラインのプログラムを提供することで2回目のチャンスを得ることができます例えば大学に入ることができなかった人でも学生には問題ではなかったとしても先生の方ですね え、ここがあ問題になります。つまりえ、学生が大学に行けなかったのは、自分の教え方が悪かったんだということになりますえ、そういった中でえムークを取ることで学位が取れる単位が取れるということであれば、セカンドチャンスを与えることができるんです。え、こういったチャンスが。は、とても重要だと、いろんな種類の学習者にとって重要だと思います。 ポン先生と同じ意見なんですけれども私強調したいのはこの効果的な教育の重要な戦略というのはプレゼンテーションだけではありませんやはり練習の時間とそれから先生方からのフィードバックも重要ですコンテンツは無料ですそれはこれは無料にするべきだと私も思いますけれども教育を効果的にするためにはやはり 練習をする時間、それから時間、それから宿題、アサイメントを提供するべきだと思います。そういった効果的な指導には、お金をチャージしてもいいと思います。 このようなプラスアルファのプログラムをやっている教育に関してはオンラインコンテンツだけではないという場合にはお金を課金してもいいと思います。ムックの教育の効果を促進をするためにいろいろなフィードバックをしているあるいはプラクティスをしている課題を出しているという場合には課金をしてもいいと思いいいままますどうもありががとううございましたたずぶん認識が深まったように思います。 えっとそれではあの続きましてあのまた異なるあの質問なんですけれどもこれは特にあのリム先生にっていうことであの出てきたあの質問ですえっとリム先生のあの話の中であのプロフェッショナルデベロップメントについてあの言及がありましたであのブレンディートラーニングに対するあの今日は皆さ割と熱心な先生方のあの紹介があのあったわけですけれどもちょモチベーションが低い教員 に対してどういうふうにアプローチすればいいのでしょうかというそういう質問なんですがいかかがででしょうかそうそすねソウル国立大学でやっているのは現在教授に対してトレーニングプログラムをやっています。特に 自分の授業に満足をしていない先生を対象としたトレーニングプログラムです。これは義務ではありません。けれども、昨年の情報を分析をしますと、学生の満足度が低かった先生はトレーニングを推奨しています。ブレンンーニングを通して 学生の満足レベルを調べていますそしてこれがあなたの授業の結果ですよということを提示していますここでポイントは明快で学生の満足度それからブレンデッドラーニングをした上での学生の能力向上これがポジティブがネガティブかということで え実際の、ブレンデッドラーニングの効率を上げようとしています。こういった戦略を、お、エスエヌよりは取っています。はい。リム先生と同様なんですけれども。ブレンデッドラーニング、何かにご興味を持つということでは、まずは。 重要なのはブレデッドリングをやりたいあるいはムークをやりたい、えー、反転事業をやりたいというふうに思ってもらわなくてはいけないと思います。 つまり強制的にやらせても駄目だと思います自分でやりたいと思わないとそれから教員の中で経験が足りないととといいいうこともあると思いますいろんな経験が足りないということもあると思いますけれどもでも今後10年後にはもっと若い教員たちがやってどんどん取り組んでくると思います経験を持っているからですから。で経験を 例えば私のようなティーチなもうすでにベテランの教員が、長腔ですとか、航空、黒板を使ってたというようなものが変えるのは非常に難しいかと思います。ところが、若い教授たちはどうでしょう、彼らが今後10年後になった場合には、教員が今度は多分、准教授になっている頃でしょう、そういった方々というのは経験を持っています。 でそして次世代の学生たちを教えるわけです。ですので、ですから若い教員がこのブレンデッドラーニングのアプローチを採用していくということを少し待てばいいのかもしれません。それから大学に関しては、役割としては年次調査を考えていくべきです。つまりエノベ イノベーティングなティーチングランニングをしているかということを見て昇ですとととから給与を査定すすするいいうことが必要だと思いますですのでもちろん研究とかいろんなこともありますけれどもこれも内容を兼ねていくムークというのはそれから知識を共有するということになりますので学内外での知識の共有こういったことも見ていくことが必要だと思います。 えとそれではですねあの先ほどの、えー、と北先生の,その学習経験ということにも関わりますしそれからその学習成果をどう捉えるかっていうことにも関わってくるんですけどと言いますのは、えーとまあ、以前からムークでよく議論されるのがあのムークだと例えばあの割と 簡単なマルチプルチョイスのあのテストだとか。いうことに、あの評価の方法が。まあ限定されがちであるということが、よくあの指摘されてきました。で、一方で、今日お話があったように、あのブレンディと、あのラーニング。になってきた場合、特に。あのポー先生がご紹介したしてくださったように。あの。け、エクスペリエンシャルラーニングと組み合わせて。その。 ムークでのラーニング、オンラインラーニングっていうのをえっとやっていく場合に、多分そういうあの評価方法もこれまでのムークよりはずっと広げていけるのではないかというふうに思います。それでまずそこのところあの伺いたいと思うんですが、あの例えば今日あのご紹介してくださったような取り組みではどういう形で学習成果の評価を行われているんでしょうか。 これちょっとポン先生に伺いたいんですが、いかがですか、はい、で現在のムー o c のやり方なんですけれども、評価というのはシンプルな方法でやっていると思います。例えばクイズ的なテストです。でですので 各大学というのはですので単位を与えてないわけです。このようなテストでは単位を与えるに値しないと。ですのでもちろん評価が十分信頼性がないからですテストが。ブレンデッドラーニングそして対面授業が入るというのがだから重要なわけです。どんな 大学でもそうだと思いますけれどもまず単位を与えるということになるとムークプラス何かということになると思います。ムークがだけではなくプラス何か例えば例えばプロジェクトでもテストでも何でもいいですけれどもムークを完了した後とにで例えば そういうい知識を得た後に例えば対面授業をする体験学習をするということによってそれを知識を実際に使う機会があるということになると思います。そ例えば何か問題解決をするとかそういったことをするわけです。それからもう一つ重要な評価の側面であるのが評価する時に通常 現在の例えば放棄の評価のアプローチというのは、例えば講義形式のものには適用できると思います。これはブレンデッドラーニングの中ではもう使えないと思います。今までのものは。例えばオンラインのアクティビティ、 を行って例えばビデオを見るですとかそれからオンラインのクイズをするということがまず一つあると思います。でこの時に考えなくてはいけないのは何パーセントぐらいの評価をオンラインに施してそしてフェース2フェースブレンデッドラーニングの対面授業の部分にどのぐらいの割合を与えるのかこれを考えていかないといけないと思います。それからもう一つ。 学生のそれから学習研究ということがありましたエクスペリエンスということが話されましたけれどもですから調査をたくさんしているわけです。調査のことはお話ししたと思いますけれどもプレゼンの中にこれは学習の成果だけではなくってどういうふうに例えば 学習の経験を積んでいるのかというのをの調査するというのも重要なわけですつまりオンラインの部分とそれから対面授業の部分をうまくつなげていくために先ほどあの申し上げたようなさまざまな質問をしていくということになりますデータを取るために一つコメントさせてください評価に関してなんですけれども今まではやはりあの同じような問題がありました 例えばコンピテンシーというところが非常に今では。 重視されていますコンピテンシーというのは学生というのは例えば学位を取ることになりますそして単位を取りますただその時に何か実際の作業をして課題をさせるとうまくできないということがありますこれが SNU でもそうですし他の大学でも直面して,している問題だと思います実際の真のコンピテンシーを持ってそして問題解決をできるような学生が必要ということでですのでただ単に例えば選択肢問題とかではなく実際 実際のプロジェクトにアサインをするわけです。 で例えばブレンデッドライニングですと私たちの大学の場合では MOOC のオンラインのコンテンツを使って使うんですけれども実際の評価というのは実際のプロジェクトを対象にしていますですので問題解決をしてそして何かアクティビティをしてやるそれを評価するということですですので実際のプロジェクト実際の問題解決というのを授業であるいは授業外でやっていただくということそれから ブックの場合は、これはオンラインの純粋なコンテンツですので、ですので、実際のコンピテンシーというのを実際に測ることができます、できることができます。ですから、そういう場合は別です。例えば、アプローチとして、ピア評価というのがあります。つまり、仲間、自身の。 の何かって作業をしてそして仲間が具体的にフィードバックをするというものですでそうすると一つ非常に有効な戦略になりますでこのようなことを開発することができると思うんですつまりオーセンティックなアセスメントツールです完全なピュアなもう純粋にオンラインのコンテンツに対してのそういったツールというのは開発可能だと思いますそういう取り組みも可能だと思います 伊武先生の,のえっ、ー、と本当に真面目なこれをやらないといけないと思ってますけど少し、えーとえー、ふざけたコメントをしたいと思いますあの子供たちまああの自分の子供を含めて子供たちの学習の敵はビデオゲームですよねででもビデオゲームってやりたくない人にとってはアセスメントの連続なんですつまり 前へ進ののは全てアセスメントなので、ビデオゲームが終わるとそのビデオゲームができるようになっていい。でもちろんシリアスにインストラクションのデザインとして何をどうすればいいか考えないといけないんですけど一方でベンチマークの相手はビデオゲームなんですよオンラインラーニングの。であの3,000円出してゲーム買ってくる。 のと同じように、えっと、フィジックスのコース買ってと。言ってもらえる日がいつか来るかということが、課題だと思ってます。だから、えっと、ベンチマークの相手として、ビデオゲームっていうのは、真面目に考えたほうがいい。で、これはある、えっと、ビ、ゲームを作ることを教えている大学の先生から。学生が作ったビデオゲームは、ちっとも面白くないんですって。デザインのルールを外してるから。 だからやっぱり何をどうすれば巻き込んでいけるのかでそれは同時にアセスメントが終わった状態になるのかということを考えていく必要がオンブレンディンドの場合はクラスルームである程度のことをやれますので先生がおっしゃるように本当にそれがコンフィデンスを持ってるのかということをアセスすることができるんですけどオンラインの場合何をすればいいのかを問い続けないといけないんですけど敵はビデオゲームです。<laughs> 今北先,生北先生は本当にあのプロジェクトベースラーニングをたくさんやってらっしゃるのでそれも踏まえているの今のご発言だったと思うんですけども、えっと、北先生はオンラインだけでのその、えっと、ブレンディッドじゃない形でのアセスメントっていうのも成立するっていうふうにお考えなんですか、えっと、アセスメントってすするだけだけとと何のの意味もないんですよどう使う使かとの組み合わせ だから使いたい人が納得いくアセスメントを作ればいいのであのそこから考えないとでオンラインならこれができますこういうことを学習者はデモンストレーションできますという発想で考えていけばオンラインでしかできないことも多いのでたくさんの人たちに学んでもらおうと思うとでも学者ならそこを研究しないといけないですよね。 飯尾先生も P の時代っていうのでプロジェクトベースとかパフォーマンスベースとかおっしゃってましたけどいかか。がですかあの、えー、今まで先生方言われたの全部全部賛成ですけれども一つは、まあ、だから評価は、えー、MOOC はまだ、えー、発展途上というか非常に幼児期にあるのでそこでできるそのアセスメントの方法というのも非常に限られている。 もしそのただで多くの人にその教育を提供するということの代償としてそのアセスメントが甘くなるというかレベルが下がるということを妥協できるのであればそれは妥協しなければいけないかもしれない。だけどオンキャンパスの大学にお金を高い事業料を払って来ている学生にそれはできませんから。 その場合にはもちろんそのオンラインでローレベルの,そのクオリティの低いアセスメントをしてはいけないのでその場合はまあプロクターのやつを使うとか他の方法を使うということは当然ただあの今日の,そのブレンデッドの一つのメリットというのは今までトラディショナルにやっていたその教育学習がもっとエフィシェントにできるということでエフィシェントにできると時間も 時間とか場所でがです、ね、エフィシエントになるともっとさらにこの拡張して今まではできなかったことができるようになるということでそれがエク,エクスペリエンシャル・ラーニングだと思うんですけれどもただあの僕がいっぱい思うのは必ずしもそのその特に拡張されて大事な部分というのは全て測られる必要はないのではないかと思うんですね。 えー、つまり感動っていうのをどう測るかとかね、えー、その映画を例えばある映画を見て自分が感動したとかこの映画は自分の人生に非常に大きな影響を与えましたとその影響がどれだけかという測定ツールをいくら作ったところでですねやっぱりいいものできないんじゃないのかなと思うんですね。 ですから教育っていうのはそういうところが図れるものだけを見るというです、ねえー、ところにこう執着してきてまたツールも評価ツールもそういうものにこう非常に執着してきたと思うんですけれども。その 我々はもう少しこのアフェクティブドメインというかですねその上位部分で、えーまあ、今あの、e、Q エモーショナル IQ のか EQ とかねこうありますけれどもそういう部分をやっぱり大切しなくてはいけないと思うのでそこに、まあ、それだからそれは全く、ま、評価しなくていいということではないんですけれどもお、まあ、評価できるものがあのいいものだというかねあの大事なものだというのは、まあ、少し議論がおかしいのかなとは思います。 えー、まあでもあの間違いなくアメリカでもそのずっともう10年来言われているのはとにかくアセスメントというのは、まあ、今北先生はゲームの話もされましたけれどもパフォーマンスで測,れるよう測られるようになってくるんだと。 いうことでそのマルチプルチョイスであるとかすでに分かっているものをやるのではなくてある状況とかコンテクストを与えられた場合にその人が何ができるのかという、まあ、オーセンティックアセスメントみたいなああのエバリエーションみたいなことになっていく。 でそれに例えばあ、まあ、あのポン先生がですねディスカッションのところでいろいろ分析をされていてそのソーシャルディスカッションしていくときに成績の悪い人は成績の悪い人と一緒にこうなんかディスカッションしてしまうような傾向があるとかそういうことも分かってくるわけですからそこに何かあの逆にそこからあのフェーストゥフェースのですね授業学習も改善できるところも 出てくるかもしれないのでオンラインはこれしかできないということでそこで割り切って諦めるのではなくてそういうオンラインの方でももっともっとできることをですね増やしていくっていう努力をしなければいけないのかなと、まあ、最後に僕の講演の方で見せたあのブレンディットっていうのがこの今までは2つこう水と油に分かれているけれどもそれがもっとこう融合していくっていうイメージですねそのミネルバがやってるそういうところが大事。 私もコメントをさせてください。現在のアセスメントシステムというのは、MOOC の発展についてきてないと思うんですね。21世紀型ではないと思うんです。例えば、テストを取るとしましょう。学生がテストでうまくやったとしても、学んだことを忘れやすいんです。 EU 先生もミネルバの話をされましたけれども現在香港カギ大学でもミネルバとやっていてアセスメントのアプローチが違うんです。1年目には学生は基礎コースを取ります。これは基本となる能力構築のコースです。これによって学生がこのコースを合格をしますと。 合格をしたとしても4年目まで単位は取れないんです。というのは特に能力の部分はテストでは測れないからです。最後の最後までどれだけの能力が得られたのかは分かりません。アセスメントという時には学習効果を評価をしているわけではなくどれだけ覚えたかという知識を評価しているんです。さらに ミネルヴァのお話になりますが従来型の1年目のコースで一般科学であるとか計算論カルクラスなどもありますけれどもこういったところで知識を学ぶということをためのコースですねそれならでいいんですいろいろなカルキュラスであるとか化学入門といったようなコースはたくさんムックで提供されています。 で学生がやる気があればオンラインでこういったコースを取って知識を習得することができます。ただそのもう少し高いレベルでのコースでは基本となる知識が必要となります。 でここで、えー、再考しなければならないのはアセスメントに対するアプローチだと思います。今やっているアセスメントというのは実際に何を評価しているかというと知識度、学生の知識度を評価しているだけなんです。はい、あのそうですね。ミネルバはあの今日えっと伊予先生があの紹介されたあの。 オンラインでディスカッションをしていくような授業もやってますし午後は完全にコミュニティに出かけていってコミュニティベースラーニングとかプロジェクトベースとかサービスラーニングだとかそういうところで自分たちが学んだことを実際に使うっていうことをすごく推奨してますよね。でそこは今優先生おっしゃったようにそんなにかっちり測定しているわけではないけれども非常に学生はそこで非常に大きくのことを学んでいるように思いました。 はいえーとまあ、評価について本当にいろんなお話が聞けてよかったと思います。えー、とそれではもう一つですね、まあ、今のと少し関係があるんですがあのラーニングアナリティクスに関心をお持ちの方も多いと思うのでそれについての質問がありましたので、えー、とこれ特にポン先生にということで質問が来てるんですけども、えー、とラーニングアナリティクスとして学習者の 態度,の分析態度の分析というのはちょっと正確ではないようかもしれませんけどもがなされていたがそのカテゴリー判定は人間がしているのか機械がしているのか。 まあ、つまり、まあ、多分あの質問者がお聞きになりたいことはラーニングアナリティックスは完全にこう自動化されているのかそのどのくらい人の判断っていうのが入っているのかあるいはそれを誰が行うのかっていうようなことではないかと思いますがこれに関してはいかがでしょうか。はい、ありりががととうごございいいままますすす非常ににいい質問だと思います最終的に判断は人がやります でラーニングアナリティクスがどういったところに役に立つかというと学習者のグループ分けをしてくれるんですリム先生もおっしゃいましたが個人別学習ですいろいろな教育者の最終的な目標は個人別教育学習だと思います。ただ 現在の一括授業の場合は、全員が同じ能力を持って、全員が同じ学習をしているという前提に立っていますけれども、現実はそうではありません。学生ごとに背景も違うし、経験も違うし、学ぶスタイルも違います。ラーニングアナリティクスをすることで、グループ分けをすることができます。 自動ツールで学習パターンを解析し学生をいろいろなカテゴリーのグループに分けます。そして適切な学習戦略をそれぞれの学生向けに作るわけです。 で、ラーニングアナリティクスのお使いますと、いろいろなあ異なる学習パスをそれぞれの学生向けに構築することができるんです。はい、この点に関して北田先生は何かないですか？全然大丈夫ですか？はい、はい、どうもあり,ありがとうございました。それ、えっと、ではもう一つあのフロアからのあのご質問です。えっと。 ちょっと長いんですけど、あのちょっと読みでいきたいと思いますけど、えー、各国におけるムークの接続可能性についてということです、えー。現実的にとりわけアジアの各国においてムークを終了したことがどれほど、えー、まあ、認められるようになると思いますか？ で日本韓国中国香港などにはすでに遠隔教育を通して学位を取得することができるオーープンユニバーシティがありますでこれらの国々ではこうしたオープンユニバーシティの卒業証書を従来の伝統的な大学の,それの卒業証書と同様には扱っていないんではないかと。 でそうするとです、ねえー、その MOOC で、えー、たとえ学位が、まあ、出るようになったとしてもその、えー、同等な価値を持ちえないのではないかとつまり、えっと、その、えっと、大学に例えば4年間いるということは MOOC、えー、あるいはそのブレンディート学習で学ぶあの 知識とかあるいはコンピテンシーっていうのを学ぶだけではなくてそのコミュニティに所属するということ自体がその一種の社会的な地位につながるような証にもなっていたのではないかとそうするとまあ,あの学位として仮にそのムークでの学びっていうのが、えー 認定されるようになったとしても、それによって従来の大学での学位と。ムークによる学位っていうのが。本当にこう近づいていくのでしょうかという。ちょっと私があの翻訳してお話したところもありますが、そういう趣旨のご質問です。えっ、ー、と、これに関しては、じゃあ優先席から <laughs>。いいですか。はい、お願いします。はい、えー、全くけしからない、けしからん話でですね。 えー、放送大学の学位がいい加減だみたいなことのイメージがあるかもしれないんですがもしくは放送大学はもう大学ではないみたいに思ってる人も多いんですが放送大学ほどディプロマポリシーというか出口の評価をきちっとしている大学は僕日本にないと思うんですね。でえー そのまあ、北先生のご質問にいつか答えなければいけないと思っていたんですがその3つのポリシーアドミッション、カリキュラム、ディプロマ。日本の大学は A, A アドミッションのところは一番きつい入試とかね一点違っただけでって今まあ、大学の側も今入試問題なかなか作れないで苦しんでるんですけれども。あの 笑っていただきたいところなんですがあの笑っていただけないですがあのとにかくよく言われるのはこうあの大学に入る時が一番賢いって言われるですねでだんだんあのあの授業は受けて単位は取るんだけれどもだんだん賢くなくなっていくっていうのが日本大学ではないかという悪口の言われ方があります。でそここをとととか担保するののはカリキュラムろろだろうと 思いますが実際はですねここは事業,業の,何コマあの何単位というのがこう固められて作られているだけであってそこにあまり質的な保証というのはないんですねカリキュラムのところに。でディプロマポリシーに至っては何が書かれようと言ってもですね単位数が揃えば出すとあとはまあ卒業論文を書かせるところはそれがちゃんとパスしていれば出すと。 ゆるいのはですね日本の大学で故に卒業率は非常に高いわけです放送大学は日本でおそらく一つしかない誰でも入れる大学高校の卒業資格さえあれば誰でも入れる大学ですが半分ぐらいは学位が取れないでドロップアウトするだそれはきちっとあの取りも直さずきちっと出口の評価をしているからであります。ですからあのこれが 結局その出口の評価をするそこに至るためのどういうふうに力を自分がつけるかというのは無限のいろいろなこのパスがある。そこに MOOC を使うであるとかオープンエデュケーションを使うであるとかいうことをすればですねもっとこういうものが伸びていくと思うんですけれども日本の場合はとにかくある大学に入ってしまえば。 もうそれでいいから、だからそこに学ぶ意欲も出てこなければあその出るために自分で頑張ってそこになんとかたどり着こうというです、ね、努力がないまま、まあ、カリキュラムという名前のこのベルトコンベヤーにですね載、えー、せられてズルズルズルといって最後こう出されていくというような形です。でこれが、えー、僕がお聞きしたいのはその香港とか、えー、韓国ではそこら辺はどうなのかとその出口評価アドミッションの部分と出口評価の出口 ディプロマポリシーのアドミッシションポポリリーですねディプロマポリシーの実際のこの運用の部分ですねこれはどういうふうに見られているかというちょっとごめんなさいあの私あの質問者のちゃんときちんと読んでませんでした「接続可能性」って言いましたけどそうじゃなくて「持続可能性」でした何か意味が分かりにくいなと思ってましたけどサステナビリティムークがどれだけこれからずっと続いていけるかっていう学位がきちんと認められあの意味を持たない場合にっていうことですね。 はいすみませんじゃあのポン先生お願いしますはい私は質問をしたいと思います質問をしたいと思いますどうして四年が必要なんでしょうかえっと大学で普通の大学で四年が必要ということ卒業までにはこれはなぜでしょうかえというのは高校生に ブレンデッドラーニングを使っていただいて,こういてそして例えば夏のコースに来ていただいてで大学に来る前に実は実は15単位ぐらいで取ってしまう高校生がいました。これは1学期分に当たりますですのでということで,で早く卒業すするることとできいうになります単位の必要数を満たすことができるということになりますので早い時期に。 ととということでこういうううこここでで可能なわけです知識を MOOC で得ることによってそしてすでに知識がある段階でそして評価を受けますそうすると例えばテストでもそう試験でもそうですけれどもそうすると MOOC を取ったことでそれで知見を受けるわけですそうすると知識が得られているということが確認できるわけです。 そうするとまた違った経路というのが提供されるということになります。違う背景、違う能力を持った学生に対して認定を与えて、そして違う、この場合はまあ学位ですけれども、これを例えば2年間で与えることもできるわけです。5年かかる人も6年かかる方もいるかもしれませんけれども、2年で取れる学生だっているわけです。現在のシステムはあまりにも も柔軟性がないいと思いますブレンデッドラーニングムークを使うことによって可能性のある学生そしてさまざまな能力背景の学生に対して違った道を用意できると思います、はい。私のコメントは少しこれは難しいことだと思うんですけれども例えば単位を得て オンラインの例えば MOOC からのようなところで対応をとったする。 そうしたらどうして京都大学ですとかそれからソウル大学に行く必要があるのかということになると思います。ここでの問題というのは例えば大学を卒業した人あるいは大学カレッジを卒業をした時にックのコースから例えばコンピテンシースキルが十分得られているということになると思うんですけれどもでも倫理的な問題とかそれから社会的責任の問題というのがあると思います。 それが例えば韓国であります、例えば同窓会で例えば倫理的な側面が欠けているとか、犯罪が起こるとか、科学者が、あるいはうまく共同研究ができないとか。 このような問題が出てきたりしています私たちのところでですので伝統的なこういった従来型の大学ではコミュニティがあるということになりますコミュニティの中で共同して一緒に勉強してということがありますですので大学の役たす役割とオンラインの無垢のようなコースとでは別の役割があると思いますオンラインのコースでは具体的な例えばプログラミングですと具体的なスキルデータベース ですとかコンピューター科学ということのスキルが得られると思います。ただ人文科学とかではどうでしょうか。ね大学通常の大学では対面授業があってアクティビティがあってそして授業でお互いに 教師と学生あるいは学生同士での相互の関わり合いというのがあります。これがやはり重要だと思いますいろんなタイプの大学があって伝統的な大学というのもそれなりの強さというのが強みというのがあります。オンラインや他のタイプの大学というのではやはりそれのまたは別の強みというものがありますから両方の強みというのを持ち寄っていくというのが重要だと思います。 あの学位の特化性何をもって特化するかって今いろんなお話があったと思います、えー、キャンパスに来て学ぶ学生さんでなければ身につかない能力をそこを評価されてるならそれでいいと思うんですがその後その学位をどう使うかさっきも評価って使わなければやらない方がいいので、えー、例えばそれが就職の上で役に立つのか立たないのかっていう話だと今実は京都大学の学生さんも就職に困っています。 なぜかというと就職自体がすすごくフラットになっっっててしままたので取る側も困っていますだからそれはもう一つ別の問題としていかにジョブをマッチングするかっていう社会の大きな問題として捉えていく必要があってその中で働きたい人がそのコンピテンシーをどう表現していくのかあるいはその人をどう信じて雇をしていくのか。 っていう問題として考えていく必要があると思います。もちろんそこではじゃあどういう能力が必要でどうやって測るんですか、あるいはどうやってそれを雇用者とシェアするんですかという問題として捉えていく必要があると思っています。あの、うん、今ちょっとリム先生とポン先生は少し意見が異なるようにも聞こえたんですが、ちょっとここあのやっぱり。 大学の存在意義っていうことにも関わってくる非常に重要なところですので少しもう少し議論したいと思うんですけどもこれはあの、えっと、北先生がおっしゃったその、えっと、ラーニングエクスペリエンスっていうのが単にその授業だけではなくて、まあ、大学でのいろいろなあの、まあ、サークル活動だとか部活動だとか、えっと、あるいはあの偶然な人との出会いだとかそういったあのさまざまなそこのコミュニティあるいはその居場所そのえっと キャンパスっていう場所があって、そこに行くことで、生じるいろいろ、いろいろな予期せぬ学びっていうのがありますよね。そういったものの価値をどう見るかっていうこと、もちろんあの。ムックだって、それはあると思うんですね。ムックだって、あの、えっと、もっともっといろんな、あの、世界中の人たちと。思いがけない出会いっていうのが、あの、ある、さっきのディスカッションのところでも。あの、学生が非常に学び合いもあるっていうのうことも、ありましたので、それはあると思うんですが。ただ、それは全く同等では。 ないのではないかというふうに思います。えっとポー先生今のあのリム先生のご意見を聞きになって何かあのご意見があればお願いしたいんですけどいかがですか。はい。リム先生と同じ意見なんですね実際はちょっと。 リム先生おっしゃったようにこのコンピテンシー能力はとても重要だと思います。で、リム先生倫理ということもおっしゃいます。これもとても重要です。で、この従従来型の大学に物理的に参加するということでこういった倫理を学ぶことが身につけることができます。で、エンジニア、サイエンティスト、こういった。 また種類の人たちがうまく成功しないのはシステムが失敗をしているからです。従来型の教育機関はこのスキル、ハードの方に力を入れすぎたと思うんですね。つまりこれは基本的なスキルや知識となります。で。 大学でソフトスキルをトレーニングするということがなかなか難しいという状況になっていますけれども21世紀この将来に目を向けるとこのソフトスキルを身につけるのが重要です創造性コラボレーションコミュニケーションといったスキルが重要になるんですで1年目の授業では 例えば科学であるとか微分析分といったところを勉強するのではなく基礎を勉強します先ほど申し上げました4つの C です21世紀を見ますとこの4つの C だけでも十分ではないんです7つの C という話も出てきていますクロスカルチャルコミュニケーション 異文化のコミュニケーションです単にコミュニケーションをするだけではなくっていろんなモーダルでのコミュニケーションをするいろいろな文化背景を持った人たちと異文化のコミュニケーションをするということも必要ですしまたコンピュテーショナルシンキングも重要です。 いろんなコンピューターデバイスがあります、計算デバイスがありますけれども、コンピューテーショナルシンキングというのは、コンピューターのように考えることではありません。それをコンピューターに任せればいいんです。こういったコンピューテンスも必要ですし、最後の C はキャリアスキルです。 でこの障害学習はとても重要ですので身につけた知識は例えばこれから10年後役に立つかもしれませんしたがって大学教育というのは障害学習のスキル問題解決のスキルを身につけるということです。 あの本当にあの議論は尽きないんですが、えっ、ー、とそろそろあの終わらなければいけない時間になってきましたので、えっ、ー、と最後あの一言ずつあのお願いしたいと思います。えー、と有生先生はあの最後にあの閉会の言葉と合わせてお願いします。それでは北先生からお願いします。あの本日はえっと。 イム先生からポン先生の取り組みいろいろ教えていただきました。大変勉強になりました、えー、京都大学もそういうことがもっとしっかりできるように僕は ICT の部分がお手伝いできる場所ですけど飯尾先生ところとうまく連携して進めていけたらと思います。はい、私も 今日はあいろいろな大学の経験、京都大学の経験も学ぶことができて非常に嬉しく思いました。ありがとうございました。私も同じです。え今回参加させていただいて本当にありがとうございます。はい、えいろんなアイデアを交換するというのは非常にいいと思いますし、こういった形のディスカッションの場をまた設けていただきたいと思います。あ年毎年一回やるとか。 本当に、えー、リム先生、ポン先生、それからあ本当にありがとうございました、北先生もお忙しいところ。えー まあのウォック先生はです最初4人キーノーターを揃えるのはあまりに多すぎるんじゃないかと思ったんですけど結局生存率が、まあ、先生残存率が50%でですね、えー、よく来てくださいましたということでリム先生とポン先生ただですねリ,ムリー先生をですね本当にビデオ素晴らしいこの シンポジウムのためだだけに作ってくださっててくさしかもここはちょっと声を大きくしたいんですが今の国立大学の規約ではですねビデオで講演をされた人には借金が出せないというですねただ働きでですねあんなにいいものを多分何時間もかかって作,作られたんと思うんですけれども今ここで直接後であのでお礼をまた言っておきますけれどもああいうのを作ってくださったことがですね、えー、本当にありがたいなと。まあ、ぜひあのこのパネルにもでですねスカイプであの 参加していただきたくてその部分には借金が出るということで,ですね。僕としては気を荒くしてそこのところを頑張ろうとしたんですが、えー、共産党のなんか委員会のなんかあれで出れなくなっちゃいましたっていうことですね。で出れなかなった。まあそれはあの抜いておいて、えー、まずあのそこのあの。 今回来れなかった先生方も含めてですね、あの、お礼を申し上げたいと思います。で、まあ、最後に一つだけですね、えー、まあ、これ言いたかったということは。あの、まあ、あの、北先生の最初の質問にも、関わってくるわけですけれども。その大学の方は、ああ、まあ、その三つのポリシーですね、アドミッション、カリキュラム、ディプロマをきちっとして、か、あの。体系的な教育をしようとしていると。 でそれは素晴らしいし、まあ、必要だとは思うんですが問題はこの早い変化の今の時代にですね例えば工学部を出た人がどういうスキルを持ってどういう能力を持っていくかということを議論をするだけでも5年かかったりですね <laughs> あのとにかく時代の流れにですねその組織が体系的なカリキュラムとか教育を合わせて作っていくということが間に合わない時代にもう入った と思うんで,すでそうなるとですね2つ考えられて1つはそのこの大学で体系的にきちっとやるところっていうのは非常にある部分ベーシックなローレベルなところで押さえてでその上の専門的なところはですねもっと違うところでやるというようなまあ違うところは大学院なのかそれともこのアドホック的にさっきのナノディグリーとかですねそういう形でやっていかなければいけないのか分かりませんけれども。あの やっぱり大学はそういう状況に入っていってしまって多様なあこの目標というか社会的なニーズそれから多様な学生これだからあー人口の10%しかですね大学に行かなかった時代は多様ではなかったと思うんですけれども今や全員が高等教育を受けれるようにしようというのはアメリカでも日本でも今の政権も言ってますしですねそういう時代に全員に対応しなくちゃいけない中で。 やっぱり体系的なカリキュラムでですねえ。決まったコースを取って同じペースでやっていく。同じ評価をするというのはなかなかやっぱり難しいのだと思います。ですから。まあ、我々はあの。その意味で時代のやっぱりこう。 分かれ目にこう来ているのかなとは思うのでその意味でこのブレンデッドっていうのがですねある意味で過渡期のこのトランジッションの時期のブレンデッドなんだと思うんですが今日本当にあのなかなか身近な隣国で友人のはずなんですけどもなかなかアジアの近くの国の話はですね日本で聞けないことが多いので、まあ、あのうちのセンターでこういうシンポジウムを企画させていただいてでもその会があってですね非常に。 素晴らしい取り組みのお話、アイディア、いろいろ聞かせていただいたんで,ですね、本当にありがとうございました。あの来ていただいた皆さんも金曜日の夜にかかっているのにですね、熱心にあの最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。じゃあお礼ということでパネルを先生閉じてください。あの本当今日はあの長時間にわたって最後まであの,の残っていただきましてありがとうございます。あの私もですねあの。 自分の専門とは本当にあの直接関係するわけではないんですけれども、非常にあのどのお話を伺っても何ていうか心が躍るというか、あの本当に刺激的っていうのはまさにこのことなんだろうなと思いながらお話を伺いました。本当にありがとうございました。最後にあのスピーカーに対するあの礼の気持ちで、あの拍手で閉じたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。